はいそれではいよいよ賞の発表です審査をしてくださったのはこちら優化で歌のレッスンをしていただいております日置俊幸さんと渡辺弘子さんのお二人ですはいそれでは賞の発表は日置先生にお願いしますはい優化賞日永久雄さんおめでとうございます、はい、おめでとうございます <laughs> はい岐阜放送賞山本忍さん おめでとうございます三重テレビ放送賞伊藤邦夫さんおめでとうございますおめでとうございますポリチャン賞野田恵里さんおめでとうございますはいおめでとうございますイ勇ムポーク賞稲垣恵子さんおめでとうございますおめでとうございます、はい じゃあ、あ、えー、ね、今週もイサムポークの社長に来ていただいてますので、ここでイサムポーク賞を差し上げたいと思います。ので、ちょっと前に出ていただけますか。はい、どうぞ、受け取りください。いはい、おめでとうございます。社長もどうもありがとうございました。日置先生、いかがでしたか。はい、はい、今日はすごくレベルが高くてね、はい、しました。傍受し,し,しましたか。選ぶのにね。あのね、皆さんね、綺麗すぎるんです。はい、はい。あまりにも。うーん。 だからあの詩をねこう訴えるところがあんまりなかったです、うんはい、ただ綺麗だけでやはりあの一応賞がある以上は、はい、詩を訴えるような歌い方するといいですね。はい、なるほどね皆さんぜひ参考にしてくださいね。ご、はい、ご参加どううもありがとうございました